母親の会社で兄弟揃って働いてるなんて、よほど出来が悪いんだろうな。取引先の新部長が高らかに笑う。机の上には、先ほどこの男が破り捨てた書類の残骸が散らばっていた。俺と兄が用意した企画書だったものだ。こんなやつ社会人として、いや、人としてありえない。反論しようとしたとき、隣で兄がふっと口元を緩めた。俺の名前は友樹、34歳の会社員だ。母が社長を務めるアクセサリーのブランド会社で兄と一緒に働いている。母は俺たち兄弟が小学生の頃に離婚した。いわゆる円満離婚というやつで、母と父は仲が悪くなったわけではない。幼い俺たちは訳がわからず、仲がいいのになんで別々で暮らすの?と不満を漏らしていた。ともかく俺たちは離婚以降、母の元に引き取られることに。それなりに苦労もあったが、母は前から装飾品のデザイナーとして評価されていた人で、俺たちが高校生になる頃には自分で会社を起こして社長になっていた。特に俺は母の影響、あるいは血筋か、母の仕事に興味を持つようになった。最終的に兄は営業、俺はデザイナーとして母を支えて働いているというわけだ。今日、俺と兄はとある会社を訪れていた。母の会社と以前から取引のある会社で、アパレル系の大きな会社だ。今度、創業50周年のイベントがあるそうで、うちに限定商品の企画案を出してほしいと依頼があった。メイクポーチやメンズ用のベルトなど、うちのようなアクセサリーブランドならではの装飾品が対象となっている。そういうわけで、今日はこちらの用意した企画書を見ていただく約束になっていた。それだけなら営業を担当している兄だけでよかったのだが、企画に深く関わるデザインについては、デザイナーである俺がいた方が説明がスムーズだろうということで、俺が同行することになったのだ。それからもう一つ理由がある。はじめまして、水島です。ほう、お二人はご兄弟ですか。お母様の経営する会社で。へえ、それはそれは。俺たちは約束していた人物と挨拶を交わし、名刺交換する。俺たちが母の会社で働く兄弟だと知ると、なぜか馬鹿にしたように鼻を鳴らす。なんだか嫌な態度をする人だな。俺はちらりと水島と名乗った男性を見た。この水島という男性と俺たちは今日が初対面だ。少し前までは、女性の営業さんが担当を務めてくれていたのだが、彼女が産休に入り、この水島という男性に担当が変わったのだ。この水島に挨拶をするというのも、今日の目的の一つだった。新部長に昇進したら、部下に下請け風情の担当を押し付けられて、まったく困ったもんですわ。これだから女性社員は責任感がなくて困る。はははと笑いながら失礼な物言いをするので、下請け風情って、と俺は思わず兄と顔を見合わせてしまう。水島は勘違いしているようだが、俺たちの立場は下請け企業ではない。あくまで立場は対等であると考えている。このセリフだけで俺たちに対しても、前任の担当者にも相当無礼な物言いをしているのだが、本人に自覚はあるのだろうか。女性社員が産休を取るのは当然の権利であり、しかも水島は押し付けられたというが、ある日突然押し付けられたというのは考えられない。いろいろ突っ込みたいことはあるが、俺たちは促されるまま着席した。まあいい。俺たちはあくまで仕事の話をしに来たのだ。では、こちらが企画書とデザインについての詳細になります。兄が用意した企画書、そして俺が作ったデザイン案を手渡す。
水島部長は俺たちの説明を聞きながら、眉間に深いシワを寄せている。一通りの説明が終わると、水島はため息をついた。まあ、やりたいことはわかりましたが、でも、それにしちゃ、予算が高すぎやしませんかね。ボタンや金具一つにしたって、もっと安く済まそうと思えば、いくらだってできるはずだ。そうはおっしゃいますが、今回弊社がご提案したのは、御社の創業50周年記念の限定商品に関係するものです。こちらのボタンは、御社の社章をモチーフにしております。それに、ファスナーなどの金具一つであっても、消費者にとっては重要視する部分ですから。俺はデザインだけでなく、機能性についても細かく必要性を説いていく。隣で兄も肯定してくれるが、水島の眉間のシワは一層深くなるばかりだ。まあいいさ。でもさ、そこまで言うなら少しはサービスしたらどうなの？半額にするとかさ。こういった話し合いの中で予算についての交渉はつきものだ。しかし、サービスはともかく、半額など論外。俺は言葉を失い、代わりに兄が返答する。申し訳ございません。半額はさすがにできかねます。その代わりに、と兄が代替案を持ち出そうとしたところで、水島がドンと机を乱暴に叩いた。お前ら下請け風情が、自分がどこと仕事させてもらってるか分かってんのか？先ほどまでギリギリ敬語が混ざっていたというのに、完全に口調が変わっている。水島はこちらを睨みつけたまま、どうなんだ、と凄んだ。下請け風情とさっきからおっしゃってますが、御社が弊社の依頼を受けることもあります。少なくとも我々は、下請けという立場と考えてはおりません。兄は毅然とした表情で答え、俺もうなずく。へえ、そうかい。水島はまるで唾を床に吐くような言い方をして、乱暴に企画書を掴んだ。何をするんです？俺がとっさに声を張り上げた瞬間、水島はにやりと笑う。こんなものはこうだ。何を思ったのか、兄と俺が用意した企画書、デザイン案を乱暴に破り捨てたのだ。ありえないにも程があると、人間は言葉が出なくなる。俺と兄が驚愕するのを見て、水島は追い打ちをかけるように言ってのける。半額にできないの？元請けであるこちらの要求が飲めない。あんたらさ、そんなんじゃ社会人としてやってけねえよ。まあいいや、こんなこともできない無能な下請けは。ゴミと共に消えろよ。水島の高笑いがひどく耳障りだった。俺たちが驚きのあまり黙っているのをいいことに、水島はさらに暴言を重ねていく。というか、母親の会社で兄弟揃って働いてるなんて、よほど出来が悪いんだろうな。それともマザコンか？一体どんな考え方をしたらそんな結論になるのだろう。俺たちはただ、母を支えたいだけだ。さすがにひどすぎる、と俺が抗議しようと口を開いたとき、兄が水島に負けず劣らずの笑い声を上げる。いやー、笑わせてくれますね。兄のほがらかな笑顔を見て、俺は思わず鳥肌が立つ。水島もさすがに兄が大爆笑するのが不思議なようで、なんだこいつ、といった目で兄を見つめていた。そもそも普段温厚な兄が笑顔でこんな言い返し方をするのが異常なのだ。これは相当怒っているぞ。俺がそう察していると、兄はスマホを取り出した。そしてどこかへ電話をかける。おい!さすがに仕事の場で失礼だろう。水島が兄を制止するが、一体どの口が言っているのだろう。水島部長も相当失礼ですよ。さっきまでご自分が何を言っていたか、顧みてはいかがです？
心の声がするりと口から出てしまった。なんだと？水島が睨みつけてくるが、俺は全く気にしない。そうしているうちに兄の電話がつながったらしい。あ、もしもし。ええ、今智樹と来ています。兄はちらりと俺、そして水島に視線を向ける。そして笑顔のまま電話の相手にこう言った。それにしても、父さんの会社の社員教育ひどいな。たった今、智樹と一緒に思い知らされたとこだよ。え？うん、そうだね。実際に見てみた方がいいかも。まるで近況を告げるような明るい口調で、兄は電話の相手と会話を進めていく。父という単語に水島は大きく目を見開き、え？と間抜けな声を上げた。どういうことだと言わんばかりに、水島は俺に視線を向けたが、俺は苦笑を浮かべて知らん顔。やがて俺たちのいる部屋にノック音が響き、兄が電話していた人物が入室する。嘘だろ。どうして？水島がそうつぶやき、急速に青ざめていく。俺は思わず吹き出した。まあ無理もないだろう。入ってきたのは、このアパレル会社の社長であり、俺たちの実の父親だったのだから。早い話が、俺たちが幼い頃に離婚した父親、それがこの会社の社長である。水島にそう簡潔に説明すると、水島は俺たちと父を交互に見て、ガクブルと膝を震わせていた。父は残骸と化した企画書を見て、水島部長、どういうことなのか説明してもらおうか、と静かに告げた。かつて母は父の会社でデザイナーとして働いていた。母は特に装飾品のデザインに長けており、いつか自分のオリジナルのブランドを作りたいという夢があったという。それだけなら父の元でも可能だったはずだ。問題は父の母である祖母と姉の存在だった。いわゆる意地悪な姑と義姉だ。俺たち兄弟も幼い頃からこの二人には悩まされていた。孫なのに母親の血が濃いせいかしらね。ちっとも可愛いと思えないわ。そうよね。ていうか、本当に私の弟の子なの？全然顔も似てないわ。子供の頃は意味がわからなくても、母に対する悪意の言葉だとわかる。父や祖父が祖母たちに注意していた。祖父が亡くなってから、この二人の嫌がらせはヒートアップ。父は祖母たちとの絶縁を考えていたそうだが、お父さんが亡くなって、もうあなたは社長なのよ。役員であるお母さんや姉さんとギスギスして、社員たちに悪影響が出るなんてことはあってはいけないわ、と母が言い、父との話し合いで母は離婚を選んだというわけだ。俺が昔のことを思い出していると、水島がガバッと土下座を始める。顔だけ上げて、必死に俺と兄に向かって謝罪の言葉を口にした。無礼を言って申し訳ございませんでした。いやあ、お二人とも人が悪い。社長の息子さんなら、最初からそうおっしゃってくださればよろしいのに。俺は首を横に振る。私は仕事で全担当者の方や、御社の他の社員さんともお会いしたことがありますが、今まで父の息子だと表立って口にしたことはありません。もちろん兄もそうです。私たちは母の会社の社員であり、仕事には関係ありませんからね。兄がうんうんとうなずいた。私も本当はこんな真似はしたくなかったんですよ。ですが、あまりにあなたの態度がひどいので、これは父も会社のトップとして実際に見た方がいいだろうと考えたわけです。水島や兄から事情を聞かされた父は、心底呆れたように額に手を当てている。取引先を下請け不正と罵り、無茶苦茶な要求をするだけでも言語道断だというのに、用意された企画書を破り捨てるとは。
これは息子たち相手だから言っているのではない。水島部長、君は自分が何をしたか理解しているのか。君の軽率な行動が、どれだけ我が社の信用を貶めたと思う。父の静かな口調が、最後には怒鳴り声に変わり、水島は小さく悲鳴を上げる。確かに、私の態度に問題がありました。しかし、私もただ自分の会社に貢献したい一心で。よせばいいのに、水島は言い訳を並べていく。それに、言い換えれば、取引先は元奥様の会社ということになります。こう言ってはなんですが、でしたらこれくらいの融通は効くのでは。この言い訳が父の地雷を踏むことになるとも知らずに。我々はあくまで、一会社の社長同士だ。たとえ元夫婦だろうが、そこに市場を持ち込んだりはしない。今も息子たちの父としてではなく、社長として君と話をしているつもりだよ。はあ、何を言い出すのかと思えば、水島君、君には心底がっかりした。なぜ君を部長に昇進させてしまったのか。とにかく、この件も含め、改めて君について考え直さねばならないな。父の地雷を踏み抜いた水島は、さらに血の気が失せて、顔が真っ白になっていた。新たに何か言い訳したくても、あの、その、と意味をなさない言葉しか口から出てこないようだ。完全に罪というやつだろう。ちなみに、父と母が離婚してから数年が経った頃、祖母は持病が悪化して亡くなった。それを機に、義士は様々な問題を理由に会社から追い出されたという。その頃から、父は母の会社との取引を開始したのだ。元夫婦だからと、特に贔屓するわけでもなく、あくまでビジネスライクの関係を保った二人。俺たち兄弟からすれば、再婚しても良さそうなものだが、二人とも会社がそれなりに大きくなってきているので、再婚となると色々大変なのだろう。もしくは、今のつかず離れずの関係がちょうどいいと感じているのかも。まあ、どんな理由にせよ、父と母が時折楽しげにしているのを見て心が和んだ。そんな父からすれば、水島は土足で父の気持ちに踏み入ったようなものだ。冷静さを失わないようにしているが、父の胸中は大荒れのはず。父さん、この件は正直に母さんに報告させていただきます。俺は厳しい表情の父にそう告げる。父は一瞬申し訳なさそうな表情になり、ああ、それは致し方ないだろうな。上に立つ者として目が行き届かなかったでは済まされない。私も社長として謝罪をするつもりだ。もちろん、お前たちに対してもすまないと思っている。いや、申し訳ございませんでした。父は社長として言葉を正し、俺たちに深く頭を下げた。俺たちもつい息子として口調が砕けていたのを正し、頭を下げ返す。その光景を水島は、奇妙なものを見るような目で見つめていた。きっと、水島は親子なのになぜと考えているのだろう。俺がちらりと視線を向けると、慌てて水島は再び土下座をする。俺は水島に近寄り、口を開いた。無能はゴミと共に消えろ、でしたっけ。俺の言葉に水島は、え?と首をかしげる。いやいや、さっきご自分が言った言葉じゃないですか。もう忘れになったんですか?そこまで言ったところで、水島がハッとした顔になる。もうそれどころではなくて、すっかり頭から消え去っていたのだろう。本当に無能で、ゴミとして消えていくのは誰でしょうね。少なくとも、私たち兄弟ではないようですが、そう耳打ちしたところで、水島は目から大粒の涙を流し始めた。本当に反省しています。皆さん、どうか許してください。狭い打ち合わせ用の部屋に、
水島の泣き声が響き渡る。兄は元の穏やかな表情で父に言う。この際ですし、社員教育を見直してみたらどうでしょう。うちも人事ではないので、母に、弊社の社長にも進言してみます。父はうんざりした表情で水島を見つめ、しっかりとうなずいた。その後、水島は即降格となった。移動もする羽目になり、年下の上司にビジネスマナーを一から教え込まれることになったそうだ。しかし、プライドの高さゆえか、水島は年下上司に拳で歯向かい、怪我を負わせてしまったんだとか。今は懲戒解雇の手続きを進めているところだと、父が呆れた様子で教えてくれた。一方、水島が破った企画書とデザイン案だが、作り直して水島の後任の担当と父に直接見せたところ、大絶賛。水島は見る目がないと、新担当も父も呆れていた。今夜は久しぶりに4人で外食の予定。父が先日の水島の無礼を詫びたいと誘ってきたのだが、母は単純に父に会えるのが嬉しいみたいだ。適当な時間でさ、俺たちは席を外そうか。だね。父さんも母さんも、たまには素直になればいいのに。兄がいたずらっぽく言い、俺もうなずきながら苦笑した。両親が再び一緒になるかどうかはわからない。だけど、俺たちは変わらず母の元で社会人として学びながら、兄弟で力を合わせていこうと思っている。